患者さんも心配しちゃったりするし、元気じゃない姿とかは見せない方がいいかなと。今回カナウが願いを叶えたのは精神科医の Y さん。2年前乳がんが見つかり、抗がん剤や放射線による闘病を経て、現在は職場復帰をしています。そんな Y さんの願いは、これまで自分は医師として患者さんの話をたくさん聞いてきたから、今度は私の話をとことん尽きるまで聞いてほしいというもの。精神科医以上の病める人の話を聞くプロとは誰だろうか。願いを叶える叶うチームは、 Y さんのために患者さんの話を聞くプロである臨床宗教師の増野東院さんに依頼をしました。臨床宗教師とは、被災地や病院で心のケアを担当する宗教者です。増野さんは僧侶でもありますが、山口県の病院で臨床宗教師としても勤務しています。臨床宗教師は布教を目的とするのではなく、あくまで相手の宗教観を受け止めて対話をするのが役目です。そんなお二人が対談するのは、瀬戸内海が見える小さな旅館。この静かな部屋で思う存分話を聞いてもらいましょう。この2年、はい、まあ、少しは前に向いてるのかなって、うん、まあ、仕事も内容的にも充実はしてきたし、はい、忙しくはなってきたし、お仕事がやっぱり大きいと思いますね。そこに副職というか副長されていかれているというのは、心身ともにやっぱりこう進んでらっしゃるんだろうなと思うんですね。 前に向かって、うん、それでも前より弱いいいかなと思ったりもしますけどね。うん、Y さん、乳がんの治療を経て仕事に復帰しての悩みを打ち明けます。病気の前に、うん、戻ることはないというか、うん、頭では分かってるんですけど、はい、うん、どこかで拒絶してるっていうか、あ、戻れないっていうことに対して、はい、うん、治療後の自分の体が以前のように思うようにならない、医師としてそんなことは分かっているはずなのにどこか悔しい、そんな思いが涙になって頬を伝います。4年ぐらい学会に、親学会に行ってないんですけど、精神科の方ですね、はい、うん、このまま行くとちょっと専門医を失ってしまう、うん、もう今年はどうでもいかんにゃいけんっていうのが、それをちょっと朝から晩まで、はい、集中できる自信がないなっていう、自分としては不本意というか。ああ、そうなんですか。うん、これはやっぱりこう、うん、比べられるからですね、以前の時と。そうでしょうね。あ、うん、比べちゃダメなんでしょうけどね。ああ、まあ、うん、ダメというか、そうね、いや。仕事熱心な Y さん、責任感から時折自分自身に対して強い言葉を使ってしまう。でも増野さんはひたすらに優しく受け止めます。やっぱり元には戻らないというか、そうですね、まあ、そこを自分が結局乗り越えてない、はい、まあいいやって思う一方で、やっぱりこう戻りたいなと思ってしまうというか、あ、はい、まあ、私のこれはイメージですけど、ちょっとご自身に対して、うん、その結構厳しいところが終わりなのかなと思ったりもするんですけれども、うん、今のこの状態からしたらここまでできればいいかなっていうふうに思えるようになられたら、もうちょっと楽かなと、まあ勝手に思ってみたりはするんですけれども、うん、増野さんのアドバイスは、今の自分を認めてあげること、自分を責めすぎないこと。本当、自分がいつも患者さんに言ってるようなことですよね。あ、うん、いいじゃんこれぐらいよくできたんだから、はい、言いながら、まあ自分は そういうところに、はい、うん、差し掛かるとそこが結局受け入れてないというか、うん、諦めきれてないというか、はい、うん、まあ偏見の部分もあるかもしれないんですけど、女じゃなくなったっていうのが一番大きいかなっていう、はい、まあ乳がんなんで乳房もそうでしょうし、はい、まあ、子供を産む機能っていうのも失いましたし、はい、まあ、髪の毛とか、はい、うん、爪だとか、まあ、皮膚だとか、まあ、いろいろですよね。あ、そうですね、うん、普通に元気そうじゃん、見た目一緒じゃんっていうのが、あの病気じゃない人からは見えるから、うん、
癌になって自分は変わってしまったのに、他の人からは元気そうに見えてしまう。だから Y さんは今まで通りにしなければと自分に厳しくしてしまうのでしょう。まあ、お医者さんですね、されてる時点でですね、とても皆さんに助かってらっしゃると思うので、使い物なのに役に立たないという、その中にはお具合があるんでしょうけども、決してそんなことはないんじゃないかなと、私は感じますけれども。はい、ありがとうございます。そんな Y さん、患者さんから言われて嬉しかった言葉があるそうです。まあ、職場では元気じゃない姿とかは、あんまり見せない方がいいかなと思って、はい、患者さんにお大事にって言われたりするとこちらが救われるっていうのもありますね。患者さんからも心配されるっていう意思はどうなんかなっていうのも思わないこともないですけど、うん、やっぱりでもお大事にって言える関係っていうのはですね、近しいと思うんですよね。患者さんがそうやって言いたくなるわけですから、やっぱりそこは言われる意思っていうよりは近しくなったという感じじゃないかと思います。今までの医師という立場だけではなく、患者という立場も持った Y さん、今までより患者さんに近い存在として同じ目線で治療ができるようになっていたと気づきます。もう近しくなったっていうのは、はい、いい作用なのかなと思ったりも、はい、そういう意味では病気になってよかったっていうふうに捉えてもいいのかもしれないです。自分もどっちかというと話を聞く方法、はい、をずっとしてきて、はい、そういう自分が聞いてもらうっていう体験ができてよかったな。ああ、そうですか、はい、思います。まあ、もう少しこう否定的になる時間が少なくなりそう。とことん話を聞いてもらう、そんな願いが叶った Y さん、気持ちが語り尽くせたという彼女は最後に2分の1成人式を迎える娘さんにメッセージを残しました。自分への気持ち、家族への気持ち、語り尽くした Y さんは来た時よりも少しだけ優しい笑顔で、また夕方から仕事だからと帰っていきました。